星とか貯めといてくださると嬉しいです。こんばんは。はい、明日からねこう TGC の和歌山のやつがイベントが1週間ぐらい始まるんですけど、そうなんです。まあ私はですねそのなんですかね、ギフトとかは明日とかに投げていただきたいので投票機能にさせていただいてるんですけど、何にも投票とかないので大丈夫です。そうなんです、あの TGC とかめっちゃ歩いてみたいなと思ってたんですけど、私身長がちっちゃいじゃないですか。だからなんかそういうモデル系のイベントとかをこうイベントに参加するのとかあんまりしてこなかったんですけど、あんまりっていうかショールームイベント自体が初めてなんですけど、こう今までビスさんとかいろいろあったじゃないですか。そういうのもちょっとやっぱ体型に自信がなかったので、そうあのやらなかったというか自信なくてできなかったんですけど、今回このランウェイを歩けるっていうね、1位だと1人ランウェイが歩けるんですよ。2位3位だと2人でこの2位3位同士で歩けるんですけど、そう私は1位目指してもちろん頑張っていきたいですし、そうですね、まあそうですね、今年最後の新しい挑戦といいますか、今年なんかいろいろありすぎて、そうなんです、いろいろありすぎたんですけど、ラストに今年最後に1位で終われたら嬉しいなと思いまして、ちょっと挑戦してみようって決意したんですけど、いやめっちゃ悩みました、やろうかやらないかSMS 認証をしてもらわないとこの星とか無料ギフトとかが無効になっちゃうんですよ。なのでぜひその認証の方はお願いします。あのツイッターの方にやり方とか載せてるので、私もちょっとね理解できてない部分はちょっとあるんですけど、皆さんにちょっと教えてもらいながら作ったので、ぜひちょっと読んでいただけたら嬉しいです。いやそうなんですよね、3週の練習ができない。これした方がいいんですかね、どちらがいいですか、練習とかした方がいいですかね。みんな的になんか今した方が良かったら変えますしてないからしなくていい。あ、そうなの、温めればいいか。いや皆さんが大変じゃなかったらいいんですけど、また貯めるのも忙しくないですか、大丈夫ですか。してほしいはしてない。あ、そうなんですか、大丈夫ですか。もし分からなかったら明日とかの配信でぜひちょっとやってみてください。もしできなかったら言ってください、私も調べます。ちょっとね私もショールームのイベントが初めてで、そのなんか教えてもらったんですけど全然なんか理解するのにめっちゃ時間かかって、今もなんかちゃんとできてるかわからないんですけど、合ってるかわかんなくてちょっと追加させていただいたんですけどね、なんか3周の投げ方がちょっと違ったみたいなので、ちょっとリプの方でやったので見ていただけると嬉しいんですけど、そうなんです、なんか配信中の時に他のルームに入るじゃないですか、それで1回につき10個星がもらえるんですけど、なんか
99個までなんですよ、たまるのが。だからあの 5回訪問して、いろんなところに5個の部屋に訪問して、で1回私のルームに投げていただいて、また5回行っていただけたらなんかいいらしいので。そうなんです、あの星が無駄にならないみたいなのを聞いたので、ぜひそのやり方でお願いします。そう、わかんないですよね、で難しいですよね、私も難しいんですけど。住んでるんです、99個溜まってる状態に、その5種類あるんですけど星が、それを10個ずつ投げていただけるとまた10個増えるので無駄にならずに済めます。あとなんかタワーよりも、タワー1本よりクマ10個の方がなんかポイントが高いらしくて、なのでぜひもしタワーを投げようかなって考えてくださってる方はクマさんを投げてください。うん、なんかどういうポイントっていうのがちょっとよくわからないんですけど、なんか 1.2 倍と1倍の違いみたいな、それがどれぐらいなのかが、あ、10連続で投げるのがお得、そうなんです。でなんかもっとなんかわかりやすく書いた方がよかったかな、結構いろいろ調べたんですけど難しかったかな。もう本当に緊張する。緊張する。緊張するとか不安なんですけど、すごくね。そうですね、私その TGC は配信とかでしか見たことないんですけど、あの関西コレクションとかなんですけど、そうですね、ウォークとかちょっと苦手というかしたことがなくて、けどめちゃくちゃ興味あったので、そうです、この機会に挑戦しようって思ったんですけど、タイムテーブルは今日中、そうですね、明日の配信前までにはちゃんと、今日中、明日の深夜とか明日の深夜じゃない、今日の深夜、明日、今日何言ってるんだ、今日までには出せるように頑張るので、ちょっとスケジュール期次第、あのスケジュール組んでいくんですけど、これは30分ずつやった方がいいんですかね。いや多分何時からでしたっけ、19時とかじゃなかったでしたっけ、配信スタート、そのイベントスタート時間が、あれ、それ終わり時間だっけ、あれ、ね、どっちだっけ、そう、ちょっと待ってくださいね、あれ携帯がなくなった、ちょっと待って、あ、あった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 、よいしょ、あ、17時からですって、ありがとうございます、今別の携帯で見ようとした、そうなんです、スケジュール出るのねめちゃめちゃ遅いので、3、40分ぐらいか、35分ぐらいの方がいいんかな、じゃあストップウォッチは携帯でやります、もう一個の携帯があるので、なんか時間配分とかもしあの詳しい方とかいらっしゃったら教えてくださったら、あの参考にさせていただきます。そう、1日3時間までなので、なんかどれぐらいこう時間を刻んだらいいかわかんないんですけど、そうなんです、3時間超えないように気をつけないといけないんですけど、明日17時からということで、明日私昼型があるんですけど、昼型 NNB っていうのに出演させていただくんですけど、夕方終わってゆっくりして配信スタートっていう感じになると思うんですけど、17時でも17時から始めたいので、
17時から私24時までできるので結構刻んでいきたいと思うんですけど、なんかそうですね、難しいですね。メム公演とかも期間中に入ってたりするのでちょっとね、どうしていいかわかんないんですけど、3時間しかないということはそんなに刻まなくていいんですかね。5回なら36分、4回なら40分、あ、刻むあれがってことですか。そうなんですよね。でも明日は17時以降は時間作れそうなので特になんか別に大丈夫なんですけど、皆さん的にどの時間が一番見やすいのかなと。初日は17時間じゃ、あ、3つですか。なるほどね。ちょっとこれもスクショしますね。髪染めてないよ、伸びただけだよそうね、配信と配信の時間はもちろん空けさせていただきます。あとね、複数のアカウントがある方はちょっとあの複数のアカウントで星とかギフトとか星とか投げられると多分それあの反映されないらしいので、あの1個のアカウントでお願いしたいです。23時から24時ぐらいの枠は絶対作ろうとは思ってるんですけどどうしようかな。うん、難しいですよね。リップ気合入ってる嘘、これ使ったんだよ。これアイカが誕生日にくれたやつなんです。もうこんなに少なくなってる。まあ、35分から45分ですよね、とりあえず。じゃあか45、17時からはしたいんですよ絶対。スタートするんで次撮れるのは1時間からの間は1時間欲しい。間1時間ね、 OK。 いや皆さんありがとうございます。間1時間明日はあの夕方からスタートなんで朝はやらないです。2時間空けないといけないんですか。明日は朝はしないので、朝はまだ始まってないので、また多分今後朝とかの配信もあるのかな、どうだろう。朝より夜の方が見てくれそる方多いかなと思うんですけど、まあ、いろんな時間帯にやった方がいいのかなと思うんですけどね。なんだこれ、なんだこれなんだこれよ、よいしょ。そうなんですよ、お話し会の日は私はさ9時から10時からの人なんで、15時とか何時に終わるんだっけ、あれ15時14時とかだった気がします。なんで夕方からで3時間やったの。あ、そうなんです、今日はねハッシュタグとか決めたいんですよ。ハッシュタグなんかどうしても私今までこう あったじゃないですか、ナンバトル愛とかでもあったんですけど、どんぶらこを絶対に入れたいんですよ。でめっちゃあの何ですか、スタンダードだだだスタンダードので言えば TGC までどんぶらこ的なやつですかね。いい候補ありますか。朝5時は早っ、もう3時間しかないんですよ。だから私夜24時までできるからどうしたらいいんだろう。初日は最大9周しかできないけど、カウントを考えたら枠は3より4、あ、4枠の方がいいんだ。ありがとうございます、メモします。じゃあ教えてくださって、TGC に
TGC までまでの方がいいか。だよね、星集めるの大変だよね。 TGC へどんぶらか、あ、絵の方がいいか。絵の方がいいか。どっちがいいかな。DBK おもろあ、DBK もいいかもしれん。ちょっとかっこいいかもしれん。でも初見の人っていうか分かんないかな、もしかしたら。やっても6時台でも実は8時以降。あ、なるほどね。スクショスクショとか言って、はるかさん。あ、そうなんや。ちょっと見てみよう。あ、OK、わかりました。え、私の携帯？怖っ。え、私の携帯じゃないんですけど。ちょっと待って、怖すぎるんだけど。え、めっちゃ怖くない？ちょっと待って待って待って、マジ怖すぎなんだけど。どういうことどういうこと。今ここに携帯あるんですけど、これでもないんですよ。え、そんな壁薄いんかな。え、ちょっと待って待って待って、ガチ怖いんだけど。でも家から聞こえたよね。え、いや自宅受話器とかないですよ私。怖くない？え、怖くない？誰か携帯忘れて、そんなわけなくない？よし、かけた。こちらです。ハッシュタグ TGC どんぶらこに決定しました。イエーイ、いいですね。いいじゃないですか。決定です。こちら、これはやっぱ配信中とか皆さんたくさん、そういった星集めとか大変だと思うんですけど、あの共有していただくときにこのハッシュタグをね、配信共有していただくときにこのハッシュタグをつけていただいて、こうトレンド入りとかさせてもらえたら多分拡散とかにつながると思うので、ぜひ配信の画面を拡散すると同時にハッシュタグもつけていただくと嬉しいです。どんぶらこ、ゆなくんじゃない？え、ゆなもどんぶらこなんですか？え、どういうことですか？え、どういうことどういうこと？めっちゃ怖かったな、今の。これで決定です。イエイ。私もあのツイートするので、あ、そうだ、今日誕生日なので、おめでとうございます。誕生日に私の配信を見てくださっていいんですか？
素敵な1年にしちゃいましょう。もう終わっちゃうか。でも1年、来年も素敵な1年になりますように。おめでとうございます。嬉しい なんか劇場公演とかに誕生日に来てくださったりするのすごい嬉しいですよね。熱っ。ハッシュタグ、あ、ハッシュタグも、ハッシュタグ名前もぜひやってくださったら嬉しいです。どうだろう、めっちゃ緊張するんですよね。めっちゃ緊張する。明日が、いや1週間じゃないですか。なんかだからさ、めっちゃ長いからさ不安ですね。 M 公演もあったりいろいろあったりするので怖いですね。私はとてもドキドキ。いやランウェイ歩くとなったらもう私痩せますよ。今週はいっぱい公演出てますし、まあ軽くダイエットにもなってると思うんですけど、ちょっと本当に足とか体とか痩せるので応援よろしくお願いします。いや最近ちょっと本当にあれなんですよ、食事とか食べ過ぎなのでいい機会だと思うのでちょっと頑張って顔とかなんか変な不健康な痩せ方は絶対しないので、ちょっと皆さん私のこの痩せてく姿を見ててください。痩せる必要あるんですよ本当に。最近本当に食べ過ぎなんです。皆さんが思ってる以上に食べてるんです。私飲み物やっぱ水にした方がいいなって思うんです。ジュース飲み過ぎなので頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。顔剃ってきたな。ちょっとどうしよう、はずい。初日のタイムテーブル、そうですね、夜にツイートさせていただきます。とりあえず明日の予定が来ないとできないので、ちょっと予定が出次第はいスケジュール立てていくので、ちょっとなんか良さそうなスケジュールとかあったら送ってくださると嬉しいです。ちょっと参考にさせていただいています。いただきました、間違えた。頑張ります。いや本当に最近毎日一食が夜 3,4 回に分けて食べちゃうんですよ。私昔から結構分けて食べちゃうんですけど、イカ水なんでそのなんか体型じゃない、なんて体質的になんか痩せやすいって言うじゃないですか。けどめっちゃ食べ過ぎだとは思ってるんですよ普通に。なんでちょっとこの TGC 和歌山に向けて全力でトレーニングをしていきたいなと思ってます。はい。このためなら何でも頑張れます。私ね、7期生だけだと思わなかった。私も先輩とかいっぱいいるのかなと思ってたんですけど、とりあえず、トレーニングします。腹筋とかなんだろう、足痩せとか、ちょっとそういう食事はちょっとあんまり私制限とかちょっと苦手なのであれなんですけど、
ちゃんと野菜も毎日食べてますし、食事はね、まあ、ちょっと減らせたらラッキーなんですけど、頑張ります。そう、この TGC のために私はこれを頑張るので。何キロ、今何キロなんだろう。なんか体重とかって言わない方がいいって言うじゃないですか。だから言わないですけど私でも加入から体重変わってないかもしれないです。え、昔の方がなんかちょっと丸かったじゃないですか、顔とかこんなんだったんですけど、でも体重とかは変わってないです、実は。やっぱ自炊とかできないから太るのかなって思ってたんですけど、体重は変わってませんでした。だわ、体脂肪率わかんない、測ったことないよ。いや、ちょっとマジで緊張してます私は。どうしよう、ドキドキしてます。いや、マジで緊張してますよはつかたは投げた、もちろん書いてますよ私。ラストに出そうかなって思ってたんですけど、今出した方がいいかな。さっきね、あのイラスト検索して可愛いの描いたんですあのこの配信前に。タワーありがとうございます、20日に投げていただいたやつなんですけど、ありがとうございます遅くなっちゃってごめんなさい、ありがとうございます。イエーイ、可愛いですよねこれ。そう、可愛いイラスト描きたくてイラスト検索しましたYNN 発表されたんですか。え、マジ ?23 から24価値か。なるほどね、ちょっと教えてよ、知らなかったんだけどMC じゃなさそうじゃない、私わかんないけど、まだ何もそのあるって聞いてなかったです。青春ジャンプ、うわーやばい、さっきからごめん、あ、マジで見えてなかった、マジかよ、そうなんだ。私18歳っていう中出れますっけ。高校卒業してるんですけど、ちょっとわかんない、どうだろう。え、何時まででしたっけ私って。24時、あれ、あ、出れるんですか。あ、夜中大きい、やばやばい寝れないやつや、毎回高校生だから夜寝れるって思ってたら。え、でも私夜のやつとか出たいんですよね、結構普通に。もう高校卒業してます、やば、大丈夫かな。いや、私 MC とか何も言われてないので、今聞きました、皆さんからあるって。マジか楽しみ、でも嬉しい、今年もあって、ふう、うわ、いった、漫才はやばいっしょ。うわ、そうなんだ、あるんだ、さっき発表されたんかな。
これちひさんに受けてるんですよ私。何やってんのそれっていつも言われます。これは TikTok のやつなんですよ。ハニーワークスさんの可愛くてごめんって曲なんですけど、ちひさんがつねってきましたなんかさみんながさちひさんってつねるみたいなあれあ言ってたからどんな感じなんだろうと思ったら割と痛くてびっくりしましただからしっぺで返してきました軽いやつです。そうなんです。24時間オールやばいね私朝弱いから夜がいいな。お願いします。朝ちょっと朝は10時からでお願いします10時からでマジでいやもう公演楽しすぎてやばいです。普通に楽しすぎて。お前田さんの TikTok に初登場ですって。楽しみ見よう後で。レイコさんの TikTok です。朝配信は頑張りますよ。朝マジ苦手なんですよね声ガラガラだし。めっちゃ M の公演良くないですか？皆さん好きですか？いや配信して寝ますよ絶対私でもその後公演とかあったらめっちゃやばそう。いやマジで毎回摩天楼をどこまでかっこよく踊れるかを追求してます嬉しい。こいつ楽しくなったって嬉しすぎる。え本当になんか仲がいいからあんなに面白い MC ができるのかなって思います。仲がいいから仲がいい なんて言うんだろう。めっちゃ面白いじゃないですか MC が。マジで仲いいんですねいいんですねとか言って本当に仲がよろしいんですよ多分。だって絡みやすいですもん先輩。話しやすいですし。そうですね私も先輩と M に入ってからめちゃめちゃ仲良くさせていただいて、まあでもまだ私 MC とか全然喋れてないのでダメなんですけど頑張ります。めっちゃ楽しいですよ M。 最初めっちゃ不安だったんですよ。ちょっともうどうしようと思ってたんですけど楽しくて毎日公演がめっちゃ楽しくて25日でしたっけ。もうめっちゃ楽しみなんですよね。
確かにフロンティアからの先輩が多いっていうのも結構大きいんですよね。そう、昔は私は全然できないかったんで、そこからの一緒のチーム、また何年、1年越しっても言って千秋楽がちょっと前だったんですけど、投票終わりましょう。みんなしたら星とか投げちゃいますやん。え、なんかこれランキングとか、あ、大丈夫だよね。あ、歌。いやもうね、本当に毎日自分の映像とか見て、うわーこここうすればよかったっていうのがまず楽しいです。まあでも本当に B2 との予定が合わなさすぎて、そのジオンと出かけようっていう話しても全然出かけられなくて、昨日マジで久しぶりに会いました。そうですね、昨日ずっと約束してるけどマジで会わなくてダメなんですよ。予定が本当に合わないですね、チーム違うと。そういえば B2 が公演多いから、 NM は割と頑張ればいけるんですけど、そうね、会えない、会わないね、あんまり。そうですね、若ぽんさんとレイさんとミライさんとミキさんが一緒でした。うん、明日は昼方なんですけど皆さん来てくれますか？そう、昼型がありましてね、最近ずっと昼型に出てる気がするんですけど、どうですか？明日から定期テスト、うわー懐かしい、頑張って。何が得意なんだろう。私は国語しか得意じゃないけど、頑張ってください。絶対解けます。解けない問題はないですよ。バカが言うことは絶対なんで。私も一夜漬けとかめっちゃしてました、高校の時。いけるよ、できます、できます、できます。でもね、やっぱテストとかってどっちだっけって思うやつって、最初に思ったやつが大体正解説あるので。そう、漢字苦手だけど国語得意ですよ。いや得意じゃない、得意とか言うとダメだ。好きじゃないけど、漢字は得意じゃないんですけど、でも私漢字出る範囲決められてたらできました。そうですね、明日は昼型が終わったら配信スタートなので、皆さん一緒に頑張りましょう。いや1日目がね、やっぱいいスタート切れたらいいと思うので。いやでもどうなんですかね。いやでも本当にランウェイやばいですよ。なんかその何ですか、あのちょっと他とはやっぱ違うじゃないですか、そのランウェイって。全然八服なんて読むんですか、変服なんですか。自問自答してる、何をって。そう、スタートダッシュですね。
やマジでね、頑張りましょう。私も頑張ります。初日1位は絶対目指しましょう。ドキ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 1分プロ不調ラジオやりすぎてそんなこと言ってる。まだね、あの予定が来てないんですよちょっと待ってください。スケジュールあの作るんですけど、後で45分刻み、あでも4枠だからな、計算できないんですよね。3時間ってことは180分の中で計算しなきゃいけないから、45分だったら何枠になるんだ。6、20、6、38、180÷4枠、あ45分でいいじゃん。じゃあ45分でいいじゃないですか。え、そういうことですか。1枠45分で計算したら4枠できるんですよ。え、違いますか。あ、え、ですよね。え、45分でいいですかね。応援する、わありがとうございます、嬉しい。賢い、絶対バカにしてるじゃん。17時台19時台21時台23時台、あなるほどね。うわマジありがとうございます。え、じゃあ2日目からできるでしょ。え、でもみんな枠多かったらどうしよう。え、どうなんだろう、分かんない分かんない。え、全然時間はあるんですけど、30分だと足りないっていう声もあったんですけど、どうしましょう。30、180÷、違う、あ30分で6枠か。朝はね入ってないんです明日。え、30分にします。じゃあ、じゃあ6枠にします。2日以降がいいんですかね。初日からはやめた方がいいってことですか。ちょっとペンがない、どこ行ったの。へえ、なくなった。え、2日目以降がいいんですか。え、ちょっと教えてください、わかんない。ちょっと待って、ペンがなくなった。メモしたいのにどこ行ったの。いや私わかんないんですよ、どれぐらいの方がいいか。刻んだ方がいい。あ、やっぱり2日目以降。うわ、どっちどっちだ、わかんない、もういや怖いですね、わかんないですよ。いやでもどうなんだろう、45分ずつ。やっぱこれなんですかね、4枠ですか。あ、初日は4枠、わかりました。皆さん信じますね。あ、なるほどね、わかりました。時間が少ないから4枠でいいってことですね。わかりました。あさってからじゃあ6枠にしますね。なるほど。最終日とかちょっとまた皆さん教えてください。時間がね、20時前とか変わらないのね。なるほど。うわー、すごいですね、知識が。私はまだ全然分かってなかったわ。ダメだ。
弱めでね、その最初に送ったんですよ、これで大丈夫かなって。したらいろいろね訂正箇所があったみたいで教えてくださってありがとうございます。そうですね、2日目から朝と昼も追加していきたいんですけど、そうですね、特に昼夜とかないから大丈夫か。ちょっとまたいろいろインスタとかで質問するかもしれないんですけど、ぜひインスタとツイッターフォローしててもらえたら、あのちょっと聞きたいことあったら皆さんに聞くので、あついでにフォローもお願いします。そうです、すごい皆さんの知識がありがたいです。ちょっとじゃあこのあとね、配信切った後にちょっと予定スケジュールまだ来てないと思うんであれなんですけど、23時22時ぐらいに多分来ると思うんで、遅かったら24時とかの時もあるんですけど、ちょっと来たらすぐ立てるのでよろしくお願いします。じゃあちょっとランキング読みますね。13位、エイジモチフワありがとう。12位豆腐丸ありがとう。11位高文大久間ありがとうございます。10位ワキありがとうございます。9位ワイツーケありがとうございます。8位カルちゃんありがとうございます。7位シゲヤンありがとうございます。6位スー君46ありがとうございます。5位ワタッチありがとうございます。4位ヨイチマイティームありがとうございます。3位ニッカありがとうございます。2位ミルミルありがとうございます。1位ツノキチありがとうございます。ありがとうございます。これランキングって読んだらこれそうなんですか。もう言ってください、私分かんなかった。そういうこと？ちょっと待って。そうなんですか？なんかランキングあったから読んじゃった。そういうこと？待って、めっちゃごめんなさい。なんでこれランキングあるんですか？じゃあ。めっちゃごめんなさい。スタートでなんか。マジでごめんなさい、分かんなかった。ごめんなさい。でちょっと聞いた方はラッキーという意味でお願いします。そう、ありがとうございます。マジでごめんなさい、分かんなかった。いつものあれで読んじゃった、普通に。熱っ、めっちゃ赤くなってきた。熱い、すいません、ちょっとミスっちゃったんですけど、明日からの、TGC 和歌山、よろしくお願いします。頑張ります。そうですね、ちょっと楽しんでやっていきたいです。ちょっとね、ネタもいっぱい集めときますね。ハマってることとかなので、ちょっと頑張っていきますので、初日からブーンって飛ばしていきたいと思います。読んで優しい、ありがとうございます。では頑張ります。ありがとうございました。バイバイ。いっぱいツイートとかよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございました。